はい。もうこのぐらいの暗さですので、水の中はもっと暗いと思いますんで、もういきなり、UV ライトですね。UV ライトは当てます。はい。UV ライトもたっぷり当てますね。朝一で、たっぷり当てとけば、あとはこの、周りの太陽光で、曇っててもずっと光り続けるんで、このぐらい、朝一の場合は長めにちょっとたっぷりUV ライトを当てときます。はい。これベージュグローラメ 1.8 ですね。こっちはね、これがベージュグローラメ 1.8 で、これスーパーグリーングロー、スーパーグリーングローの 1.8 ですね。はい。もうシジノメさんではこの 1.8 しか、まあよっぽどことがないとこれしかも使えません。まあ 99%、100% ですね。100% は 1.8 です。はい。もうこれで十分なので、これでもしすごく釣れて、もし、釣れなくなってきたりすると、もう一回当ててみますけど、まあ朝一こんだけ当てとけば十分だと思います。はい。